なんかシーフっぽくない？弓よりもダガーの方が。よーし、クバートの団地の住民全員虐殺したった。ついでに可愛いクマさんも虐殺したった。すごい心が痛む。こんなことしていいの？こんなことしてていいの？この人たち。まあいいや、金にはなった。まあいいや。これ入れない、この家の中に。突撃晩ご飯できない。今さ、人の食事とか人の昼飯とかを取材する番組って結構流行ってるじゃないですか。突撃隣の晩ご飯って、あれちょっと時代が早すぎたんですね。あれをまさしく後追いしてる感がすごいですよね。まあ、そんならどうでもいいんですけど、攻撃して、はい、これでも本当にこんなんでよかったの？ただ単にクバートの住居に住んでるところに行って襲いかかっただけだよね。何の意味があるんでしょう、このクエスト。クエストですらないね。あ、なんか来た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 。誰、シーフっぽい。画面でかすぎ。画面でかすぎる。強制的に読ます。すごい。ちょっとした、なんだろうな、ウイルスみたいな。まあ、そんなのどうでもいいや。ボールだ。これはこれは、初めてお目にかかります。なかなか強そうですが、どうも装備が整っていないようですね。でもあなたたちはとてもついてます。私の扱う品は種類も豊富でとても安いですよ。今ならポーションオブエキストラヒーリングをなんとたったの25ゴールド。プロテクションフロムペトリフィケーションのスクロールをたった25ゴールド。さらにお客さん、プロテクションフロムマジックのスクロールをわずか100ゴールドでお譲りいたしましょう。お客さんどうですか？ Do this か？最後のこれが決め台詞なのかな？ Do this か？価値が分かんないんだけど、もうちょっとちゃんと見せてくんないかな。力ずくで奪ってやってもいいんだぞとか言うけどね。まあ似たようなことやってますから、もう本当にもう抵抗なくできちゃう今なら。じゃあエクストラヒーリングポーション、なんかエクストラバージンオリーブオイルみたいな、これください。このポーション絶対に役立ちますよ。信じてくださいよ。信じるから。もうちょっとちっちゃくできない？ちっちゃくできないの、この画面。あ、もらった。あれ？ポーションオブヒーリングだ。完全に消化されると、この不気味なほどドロドロのポーションで、9ヒットポイント回復することができる。その効果は一瞬で現れる。ポーションは一度しか使える。え？ドロドロ？腐ってるってこと？え？でもこっちも9だね。色が違う。ドロドロだから腐ってんだよこれ。エキストラバージンどころじゃないわ。もう一回話してみようか。あれちょっと待って、こっち逃げる。おい、騙しやがったこいつ。ちょボルダーそれどころじゃなさそうです。詐欺られたわ。まあいや、25ゴールドだしね。しかしいろんな人がいるな、この世界。お、ちょ、見て。すごいでっかい穴がある。でっかい穴あったら当然入るよね。入ろう。あ、熊さんのオタク。さっきから俺はジバーリングのオタク襲撃したり、熊さんのオタク襲撃したり、本当にこの、なんでしょう、体が緑色になってからだいぶ悪くなったね。やってることが。ひどい。ツナさん、ちょっとひどいよ、最近。やってることが。で、ついでに墓荒らしするんでしょ？ひどいよね。うわ！なにこれ？すげえいいもんいっぱいあるじゃん。この墓。最高。フレイル使ってる人いないんだよな。これは？このブレーサーが良さそうじゃない？これ何？ポーションオブファイアレジスタンス。あは。これあれだ。ポーションバッグ。これ見よがしに持ってる。ジャヘイラさんのポーションバッグにしまおう。じゃあまずこのブレーサーが気になるので識別しましょう。オナシャス。ブレーサーオブディフェンス、アーマークラス8。はい。
だそうですよ。なもんで、あ、装備するとアーマークラスが5まで下がるんだ。これをつけると。あ、これね、俺ね、こう、なんでしょう、アップデートされてからこういう風にさ、あの、能力がどう変わるかって表示してくれるようになったんですよ。わかりやすくなった。すごく。すごくわかりやすくなった。誰に持たそうか。マイナス5、マイナス3。あ、じゃあ、カイバンさんにちょっと。あ、でもカイバンさんに持たせても変わらないんだ。あ、え、もしかして、イモちゃん、イモちゃんじゃないと意味ない。このブレーサーって。もはや。イモちゃんじゃねえや。ニーラちゃん。タクゼロが、あ、あれ、ニーラだけだ。つまりは、誰かが言ってたけども、そういうことだよ。うん。あの、説明受けてるんですけどね、一回。説明受けてるんですけど、うっすらとしか理解してないんですよね。おそらくは、ベースとなるアーマークラスを下げてくれるっていう意味合いでよろしいんですかね。だから、この場合は、ニーラちゃんにつけることによって、今、アーマークラス7ですけど、ベースとなるアーマークラスがこれで下がったので5になるみたいな認識なのかな。はい、ごめんなさいね、ちょっと難しくて。あれあれ、俺さ、今さ、これ識別してないんですけど、このフレイル持ち直したら識別してましたね、勝手に。ん、フレイルプラス1ですって。もしかして、あの、認証、違うな、伝承知識が22あるから、あれぐらいのものだったら、持っただけでもう分かるようになったってことかな。使える。優秀。え、そんなこと言ったら、イモちゃんの方が優秀だな。25。イモちゃんに持たせれば、もしかしたら、多少は、分かるのかもしれない。未鑑定、未識別アイテムが。しかし、誰の墓だったんだろうね、これね。まあ、あのフレイルとブレーサーを持ってた人なんでしょうね。こう墓荒らししてすぐに盗品を身につける。いいでしょう、この鎖加減素晴らしい。世界を助ける我々は何をしても許される的なね。いいね、最高。特に害のないクバート、その害のないクバートでもクバートだからという理由で剣を振るっても許されるだろうみたいなね。恐ろしい。もう最近ほんと怖い、ツナさんの考えが。もう分かんなくなってきちゃった。はい、まあこんな感じでマッピングが終わりました。まあ高台の上にクバートの集落があって、で、その北東に誰かのお墓がありましたと。で、なぜか我々は特に害のなさそうなクバートを集落ごと全滅に追い込んだというね。ねえ、ほんとね、ほんとツナさんね、最近ね、ちょっと恐ろしいよ、ほんとに。見た目だけじゃないよね、行動がもう恐ろしくなってきてる。もう全身緑になると大体こうなっちゃうのかもしれない。だからガチャピンも危ないかもしれないよ。みんな気をつけた方がいいかもしれない。全身緑の人危ない。だからガチャピン危ないかもしれない。はい。じゃあちょっと出ましょう。ぬるっと。あ、そう。でね、さっきね、一回出たんですけど、これが現れたんですよ。これ。ノールの要塞の北に、こんなのあんの。これなんだろうね。ちょっとここ行ってみましょうか。え、ちょっと待って。じゃあノールの要塞の西、ノールの要塞の南ってなんかあるかな。余白的になさそうではあるんだけど。行ってみよう。ここ行ってみよう。川向かい。行ってみます。どこなのこれ。どこなんでしょうね。ちょっと探索しましょうか。じゃあね、北から行ってみよう。うわぁ、うわー、一回下がるか。いや、でも、ホブゴブリンのエリートと、オーガバーサーカー。
まあ適当にやってても大丈夫だよね。みんなで、あれ、いけるよね。はい。まあ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 、死ぬことはないっしょ。あ、でも硬いねって言おうとしたらすぐ死んだわ。そんなでもね。あ、橋だとやっぱこう狭くなるから、ならばちょっと弓で行きましょうかね。綱さん弓で、いけるいける。こう通路が狭いところでの戦闘なんか特にこうシミュレーション RPG っぽい戦い方ってありますよね。狭くて後ろが詰まっちゃうんで。でも俺思うんだけど、こう魔族とかモンスターとかアジンとかからさ装備品パクって着込むってなかなか臭いんじゃないかな、ね、どうなのその辺。あ、誰かいた。ネビル、ようこそ疲れた冒険者たち。野党の中の野党。またですか。ネビルが現れたからにはご安心を。さあ何をして差し上げようか。はい、選択肢1、まず手始めに茂みに隠れてる仲間に弓を下ろしてこっちに出てくるように言ってもらえるかな。いいですね、待ち伏せされてるんですね。お前の領地を案内してくれるかな。危険にさらされないために護衛も頼む。あ、そんなのでいいの。金を全部よこせ。それから一人ずつ殺してやる。どっちが野党かわからない。あ、じゃあまあいや、1ですね。1。はい。じゃあ、隠れている5人全員とも見つけたっていうのか。奴らにはもっとよく教え込まなきゃな。ところでお前たちの願いを叶えるわけにはいかないな。部下たちに臆病者だと思われると困るんで。お前たちを殺して身ぐるみを剥がさせてもらう。鉄を持ってるかどうか確認しないといけないんでね。おい野郎ども、こいつらを殺すことに決めたぞ。なんでしょうね、まあ、さっきのねクバートの一件とかもそうなんですけど、野党のやってることと我々のやってることってそんなに差がない、そんなに変わらない気がするんで、なんでしょうね。若干親近感すら湧くよね。あ、まただ。はい。このバグね。このバグ治ってないのね。勝手にスクロールしちゃうバグ。はい。あー、かわいい。なんか、ホブゴブリン48みたいな感じの。あ、こうやって見るとホブゴブリンってでかいな。ネビル。どっち行こっか。まあいいや、はい、とりあえず男3人組でホブゴブリンやってる間に、ミサイルウーマンズで、ミサイルウーマンズでちょっとネビルをネビってみましょう。意外とミサイルウーマンズの攻撃が当たってない、ネビルに。よし、どれ、この盗賊が善良な市民からかっさらったお宝を私が合法的にいただきましょう。いいですねこのシステム。自分の評判は決して下がらない。でも手元に手に入るのは善良な市民が巻き上げられたお宝。いいね。チェインメールか。と、なんかスクロールと、頭皮を剥ぐ。頭皮を剥ぐっていう行為自体がもう野党以上のことだと思うんですけどね。で、こう魔法の、なんでしょう。ロングソードみたいな。これもう、イモちゃん。一発で識別いける？あ、いけない。
俺さっきなんで分かったんだろうね。持ち直して、あ、出ないのか。さっき何で識別したのか全然分かんない。じゃあ呪文で、はい、普通のロングソードプラス1。どうでもよかったな。まあでもこの程度の野党がね、ロングソードプラス2みたいなの持ってるとも思えないんだよな。そういうのがあるのかどうか分かんないけど、はい、じゃあ探索続けよう。なんか野党しかいねえなこのゲーム。大丈夫か、野党まみれ。